はい、こんにちは、レトスのオロです。4月13日の3問に入る前にご連絡がございます。今年の宅建合格を目指す個別指導なんですけれども、そろそろ定員に達しようとしております。個別指導なんで、限られた人数しか受け入れることができないんですね。で、予定では今月いっぱいで、募集終了させていただきますので、ご了承いただければと思います。今年の合格を目指されている方はお早めにお申し込みください。短期間で楽に実力を上げて今年絶対合格しましょう。他の予備校ではこの時期から受講した方でいうと合格者の数っていうのはそれほど多くないんですね。一方、弊社レトスの個別指導については実際4月から勉強を始めた方でも半数以上の方が一発合格しています。まだ今からでも今年合格できますんで、今年絶対合格したいという方は一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。で、個別指導についてはこの動画の最後に動画でお知らせいたしますので、そちらご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入ります。 A が B に対する賃料債権につき内容証明郵便により支払いを請求したときは、その請求により消滅事項は更新する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。内容証明郵便により請求した場合、つまり催告をした場合、6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。つまり6ヶ月間は時効により消滅しないってことなんですね。時効消滅しませんよってことです。ただ催告をしたからといって時効が更新されるわけではないんですね。つまりまた1からスタートっていうわけではないんですよ。だから誤りなんですね。今回の問題は催告することによって時効が更新されるって書いてあるから誤りです。時効更新するためには、この6ヶ月間、この間に裁判上の請求などをする必要があるんですね。でも詳細の解説については個別指導で解説させていただきます。個別指導の受講師様は、受講者専用のメールマガで関連動画について動画解説をしています。この動画で理解をしていきましょう。で、問いですね。売り主である宅建業者は、買い主が宅建業者である場合、37条書面の交付は省略することできるが、35条書面の交付は省略することができない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。どちらも省略できません。これは基本中の基本の問題です。買い主が宅建業者であっても、売り主業者っていうのは35条書面および37条書面の交付は義務です。なので誤りとなります。買い主が宅建業者の時に適用がない場合については、これまとめて覚えておくと効率的です。なので個別指導については、これについてもうまとめて解説しておりますので、個別指導専用のメルマガからご確認ください。ちなみにこの売買契約の取引に媒介業者がいる場合はどうなるか。この場合、媒介業者も35条書面37条書面の交付義務がありますので、この点も注意しておきましょう。で、問い3ですね。市街化調整区域内の山林の所有者がその土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で杉の苗を植える場合には、農地法4条の許可を受ける必要がある、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。まず農地法の農地っていうのは現況で判断しますよね。まあ、これポイントです。そして果樹園は農地に該当します。まあ、これはもうこのまま覚えていただいていいんですけども、今回山林の土地がどのように変わるのかを考えると、山林がまず農地に変わります、果樹園に変わります。で、その後また山林に戻すという流れですよね。つまり山林から農地、ここについては4条許可は不要です。一方、農地から山林、こちらについては4条許可必要ですよね。農地から農地以外に転用しているので4条許可が必要です。で、きちんと考え方が分かれば答えは導けるはずです。このように論理的に考えることが重要なんですね。個別指導ではこのように論理立てて答えを導く練習も行います。論理的な思考が苦手な方も宅建レベルであれば大丈夫です。中卒で分数計算もできない受講生様でも合格していただいたぐらいなので、宅建レベルであれば、まあ、ほぼ誰でも合格することは可能です。なんできっちりね、論理立てて物事を考えるってことを習慣化していただければと思います。
そして、初めにもお伝えをした通り、個別指導については定員がいっぱいになってしまいますので、いっぱいになり次第個別指導の募集は終了させていただきます。また予定では今月いっぱいで個別指導の募集終了させていただく予定なので、今年絶対合格したいという方はお早めにお申し込みください。個別指導の内容についてはこちらの真ん中の動画ご確認いただければと思います。まだ今から宅建を勉強し始めるという方であっても、個別指導であれば理解学習を実践していただくことが可能なので、今からでも合格していただけます。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。